祝ってくれるならここがいいって言うからもっとすごいのを想像してたんだけど、あんまにぎわってないし派手なアトラクションも少ないよね。はぁ、そうやってアトラクションに目が行くあたりやっぱり分かってないなぁ、ノアは。何それ。じゃあノアがわざわざここを選んだ理由って何だってのさ。そんなの、この遊園地をよく見渡せば一目瞭然じゃない。ほら、右を向いても可愛い、そして左を向いても可愛い、そう、どこを見ても可愛いキャラだらけ。古今東西、遊園地といえばこれを堪能する場所でしょ。ああ、そういうことね。なんとなく察しはついてたけど、まさにここは夢の国。園内に満ち溢れる可愛いものオーラに包まれて、このまま夢の中に旅立ってしまいそう。ノアさん、楽しそうでよかった。まあ、今日はノアが主役の日だからね。ノアが満足ならそれが一番だよ。周囲の視線が痛いからできればもうちょっと抑えてほしいんだけどね。でも今日は仕方ないか。入り口では誕生日限定の可愛いグッズもらったし、キャストの人たちからお祝いしてもらったし、はあ、やっぱり今日は来てよかった。確かにここ可愛いキャラ多いかもね。ほら、あの着ぐるみとか、あまりそういうの気にしない私でも可愛いなって思うし。お目が高い。あれはここで一番の人気キャラなのですよ。後で園内を走り回って探そうと思ってたけど、こんなところで遭遇できるなんて。可愛い造形に加えてキャストさんのたゆまぬ努力による完璧なあの仕草、可愛いが極まってる。抱きしめたい。でもでも、こんな可愛いキャラたちの中でも全く見劣りしないサキちゃんも可愛い。抱きしめたい。ノアさん、私を抱きしめたいの？ならどうぞ。本当、つい勢いで口走っちゃったけど、サキちゃんに抱きつくなんて許されるの？許されていいの？でも今日は年に一度の誕生日だし、365日に1回のことなら許されるかも。ノアさん、満足？満足すぎて昇天しそう。365日に一度なら、さらに頬ずりなんかも許されたり。頬ずり？どうぞ。戸惑いながらも許してくれるサキちゃん、かわいい。今日はノアのテンションがおかしくなっても止めないつもりだったんだけど、さすがにそろそろ警備員さんを呼ばれそうだし、ごめん、ちょっと落ち着こっか。わあ、そのバースデープレートかわいいね。すっごく映える感じ。そう、これもあるから誕生日はここに来たかったのです。可愛いの追求に全力を注ぐ素晴らしい企業理念、可能なら株を買いたいくらい。可愛いだけじゃなく美味しそう。え？じゃあサキちゃんも食べてみる？可愛いサキちゃんが可愛い料理を食べる奇跡の可愛いマリアージュ、見てみたい。ほーら、サキちゃん、あんして。あん、あん、って、あの、こんな感じですか？いやいやいや、ノア、いくら誕生日でもさっきからやりすぎじゃない？さっきも、ちょっとこれはって思ったら断ったっていいんだよ。私、別に嫌じゃないけど。さきちゃんは優しいもんね。けど、何でも受け入れちゃうのは良くないと思うけどな。
何でも受け入れてるつもりもないのだけれど。じゃあさっきはノアのこういうのアウトじゃないってこと？そういえばサキちゃんって結構ノアの暴走に寛大だよね。大抵の人は引いてるのに。私からすればノアさんは公正なので。公正ってなんだっけ？自ら光を放っている星のことね。例えば太陽とか。音楽が流れると私の世界は彩りを増す。音が持つ色とそれを聞く人の心の色とで、さまざまな気持ち、さまざまな色があるけれど、その中でひときわ明るく温かいのが好きという気持ち。ノアさんの心にはそんな好きの気持ちがいつも灯っていて、そのまばゆいほどの光がいろいろな人や物へと注がれていて、だから私、ノアさんは合成みたいって思ってる。大きな愛であまたの存在を照らす星。まあいつでも好きの感情がいろんな可愛いものに向けられてるのはそうだけど、さきの視点だとノアってそんな感じなんだ。でもさ、可愛いもの絡みで興奮して騒いでるのとかはちょっと引かない？私は感情を表すのが得意ではないので、自分の気持ちを素直に出せるノアさんは羨ましく思う。さき、そこはあまり見習わない方がいいと思うな。はあ、さきちゃんが、さきちゃんが私のことをそんな、そんな、そんな、はあ、かわいいものへのこのあふれんばかりの愛。今まであまり理解されないっていうか、ほぼ惹かれるばかりだったけど、サキちゃんは分かってくれるんだ。サキちゃんがこれほど理解してくれてるなら、今まで以上に私がサキちゃんをめでても理解してくれるのでは。ストップ！それはさすがにノア暴走しすぎだって。そうそう、離れて離れて。太陽だって近すぎると暑いだけだから。そんなことは。いや、真面目に考えたら確かにそうなんだけど。でもこの情熱をどうしたら。ほらほら、あっちで頭冷やそうね。気持ちを心の中に灯している。まばゆく温かい私の大好きな色、その光は私だけじゃなく、いぶきさんやとわさん、みんなを照らしていて、だからみんなノアさんのことが